はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。夜景団チャンネルの福本です。今回上本町ハイハイタウンの方にやってきております。これでハイハイタウンシリーズ4回目になります。今回はですね、くしまるさん酒場っていうんですかね、こちらのお店に入っていこうと思います。こうなんかネオンがこう明るくてなんか賑やかなお店ですけども、意外と店内は静かでね。はい、今回も大瓶からいただきます。乾杯。いやー、この季節寒いですけどやっぱり瓶ビール飲んじゃいますね。うまいです。でね、メニュー何しようかなーって、初めてのとこだからな、悩みますよねやっぱりね。で、串カツもあるんで、まあ何本か食べましょう。じゃあ本当はホルモン焼き、名物ホルモン焼き頼みたかったんですけどな、売り切れてまして、土手焼き頼みました。土手焼きばっかり食べてんなーと思いながらビール飲んでます。はい、夜景団チャンネル。全体的にお店が明るいんで、何言うてんねん。明るくなりますね。福本何言うてんねん。はい、土手焼きです。一味かけます。これ、まあ、ちょっとかけすぎやって思われる方もいらっしゃいますけどね、ご了承ください。ではいただきます。やっぱりビールに合いますな。いや、声出して言うわよ、声出して。福本、いや、土手焼きほんまに美味しいですね。でね、伸びるカマンベールチーズっていうのをね頼んでるんですよ。はい、で、あとスパイシー、これです、これこれ、スコップみたいな、ちっちゃいスコップがね、半熟卵とこの肉のなんていうんですかね、もうなんか美味しそうでしょ。ではいただきます。めっちゃうまい、めちゃめちゃうまい、これめっちゃうまい、えぐいねこれ。次何飲むか見てます。日本酒結構揃ってますね。何頼むんでしょうか、福本は。すいません、あとハイボールお願いします。夜景団チャンネル、チャンネル登録お願いします。これハマりますよ。190円ですよこれね。これたまりませんよ、これは。もうご飯の上に乗せて食べてもね、もちろんうまいですしね。あて、もうちょびりちょびり、これをつまんで、夜景団チャンネル。これです。これね、こう、ビューンってね、こう、インスタ映えみたいにビューンって伸ばそうと思うんですけど、下にだらしなく伸びるっていうね。だらしないおっさん、だらしないおっさんみたいになってる、だらしないおっさんみたいになってるじゃなくて、だらしないおっさんなんですけどね、これもう楽しんでますよね、これ。うわ、美味しいんですよこれ。もうほら自分で笑ってる。何を言ってんねん。でも結局もうむさぼり食べるっていうね感じになりますけど、いや、うまいですよやっぱりね。で、これですね、串ですね、豚、生姜、牛、椎茸頼みました。ソースと塩、塩ちょっと出にくかったんでね、ちょっと行儀悪いですけど、蓋もう開けましょうか、これね。で、ちょっとだけ出します。はい、
という感じで生姜からいただきますか。まあ生姜うまいですねやっぱり。でなんかもう一人でね平日はやっておられるということなんですけどね、はい。でカウンターに座ったらこう炉端みたいな感じでね大きなこうしゃもじみたいなんでこう渡されるんですよ出てきた料理を。で福本間違えてそのしゃもじごとを掴んでしまってねそれを話してくださいって言われました。ちょっとご迷惑をおかけしました。玉ねぎもうまいなこれ。こ福本の場合ねこの美味しい表現がですねなんかおかしいんですよね。なんか何ちゅう食い方してんねん。お前何ちゅう食い方してんねん。ハイボールもうまいですね。椎茸です。はい、ハイハイタウンねこれ2階にあるんですよね。だいたい地下1階と地下2階かに飲み屋さんとかあるんですけどね2階なのでここ隠れ家ですよ。すごい隠れ家ですよ。穴場ですよ。ここすごく静かで美味しいし、でなんかこうちょっとネオンがねこうあるんでなんかこう明るい感じに、さっき冒頭で全然明るくない感じで明るい雰囲気になれるって言ってましたけどね。福本はボケてるつもりなんでしょうか。これが最後までうまかったなぁ。かき集めてしまうもんな。これカメラ回ってないとこで舐めてますからね私。いや私って福本ねちょっとキャラ設定がいまいちちょっとまだ手探りやっていうね、ということでごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございます。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価並びにチャンネル登録お願いします。夜景団チャンネルでした。はい、ということで今日は串丸さんというところにお邪魔させていただきました。いろんなお店ございますけどもこちらはね2階にあるお店なんですけどなかなかね静かで美味しいものを提供されてるお店でした。はい、まだちょっとね一人だと食べきれないんでまた2階3階と分けて来たいと思います。ということでビリケンさんと一緒にお別れしましょう。さよなら。ありがとうございました。